平野市用神宮寺ゆうたトントン表紙で進んだ東北米飛べ合流裏側滝沢市は6月上旬に平野の実家がある名古屋を訪問訪問。東京都心の最高気温が34節を超えた7月7日の昼過ぎ。綺麗に磨かれた車はまるで鏡のように周りの風景を映し出しながら1台、そしてもう1台、都内の湾岸エリアを目指していた。 青く晴れ渡った空と太陽の光が揺れる水面は、平野潮、26歳、と神宮寺雄太、25歳、の目にどう映ったのだろうか。高速道路を降りた車は、それぞれ、競馬場や湾岸の水辺の景観が目を引く街並みをくぐり抜け、東京大田区のとある撮影スタジオへと滑り込んでいく。撮影には慣れたはずの二人だが、今日ばかりは緊張を隠せない。 そして同時刻、ある男性も同じスタジオに向けて車を走らせていた。三宅県、44歳、だ。5日前の自身の誕生日に生配信で滝沢秀明社長、41歳、が設立した芸能事務所、飛べ、への合流を発表したばかりの彼は、白い T シャツに黒いパンツというシンプルな着こなしで、 平野と神宮寺より少し遅れてスタジオに入ったようだ。彼らはまだ専用のスタジオを持っていないため一般にも貸し出されている施設をようやくしライブ配信を行ったようです。滝沢をよく知る芸能関係者。七夕の日の夕方、飛べの YouTube チャンネルの生配信に平野と神宮寺が登場した。キングプリンス、イカキンプリ、脱退から約1ヶ月半ば。 画面の向こうでは103万人ものファンが満を持して彼らを迎えていた。この生配信を前にファンの期待は最高潮に達していました。それもそのはずです。誰が登場するかは伏せられた状態でしたが、事前に公開されていた二足の椅子に座る二人のシルエットが映された18秒間の映像では、顔こそ見せないものの、 髪形や服装などがクローズアップされ、明らかに彼らを連想させましたからね。別の芸能関係者。同じ映像を別の視点から見ていた関係者もいる。まずはシルエットだけを見せるというのは約60年前、小ジャニー北川さんが最初に手がけたグループ、ジャニーズがデビュー前にテレビ出演した時に使った手法なんです。あのシルエットは一体誰なんだと好奇心を。 書きたてみつるを辞してお披露目をしたわけです。今回、滝沢さんが同じ手法を取ったことに、ジャニーさんのやり方をよく知る後継者は俺なんだという意思表示を感じました。テレビ局関係者、平野と神宮寺、二人揃っての生配信は30分近くにも及び、凄まじい反響を呼んだ。しかし、取材を進めると、 彼らにはあの日語らなかったこと、語れなかったことが多くあることが徐々にわかってきた。6月上旬に名古屋で3日、すごくハッピーです。配信の冒頭で司会者から今の気持ちを問われると、シックな色合いのジャケットに身を包んだ平野は目を輝かせてこう答えた。何をやりたいかという質問にはファンの皆さんと僕たちで、 とにかく楽しく、クリエイティブ面でも突き詰めたものを提供し、素敵な時間を作っていくこと、と即答。一方の神宮寺は、お待たせしました、とはにかみ、僕たちは皆さんの笑顔をたくさん見たいですし、まだ見ぬ景色、素敵な景色を一緒に見れたらなと思っております。と、弾んだ声で抱負を語った。話題がエンターテインメント全般に移ると、 平野は真剣な面持ちで言葉を選び、思いを絞り出すように語った。僕の中で思っているエンターテインメントは見てくださる方に笑顔になってもらったり、元気になってもらったり、夢を与えることになったりとかなんて言うんです。金皆さんの中で明日が来るのが楽しみになるような存在になることです。 横で聞いていた神宮寺も日本だけでなく世界中の人たちが笑顔になれるような景色を一緒に見たいと力強く誓った。配信が後半に差し掛かると SNS のアカウント解説やファンクラブの立ち上げといった今後の具体的な活動も明かされた。さらには活動再開を祝福して駆けつけた三宅が 平野には赤、神宮寺には青を基調とした、金プリ時代のメンバーカラーを彷彿させる大きな花束をプレゼントすると、二人が漂わせていた緊張感は消え去り、記念すべき聖配信は幕を下ろした。しかしもともとは、平野と神宮寺の合流は、7月下旬になってから公表される予定だったという、ジャニーズ事務所退所時点では二人のその後は白紙状態でした。 ただ、5ケラ6月で戸べとの話し合いが急ピッチで進み、トントン拍子で合流が決まったのです。前で滝沢をよく知る芸能関係者、イカ道。話し合いが進められていたとされる6月上旬、滝沢は平野の実家がある愛知名古屋市を訪れていたという。 ちょうど同じ時期に平野さんと神宮寺さんも名古屋で目撃されており彼らがその近辺で話し合いを重ねていた可能性が高いと見られています。でも、二人が飛べに合流することが決定しても、それを発表する時期についてはあまり急がなくていいというのが全員の一致した意見でした。それが7月7日に前倒しされたのには、ある報道が関係しているという。 6月18日に週刊女性プライムが平野さんと神宮寺さんの飛べ合流を報じたのです。そこからファンの期待が盛り上がりすぎて対応しきれない状態になり急遽発表が前倒しとなったのです。ただ、いつでも発表できるようにスタンバイは整えられていました。 2018年いっぱいで芸能活動を休止し更新の指導などに当たってきた滝沢がジャニーズ事務所の副社長やジャニーズアイランドの社長を退任し事務所を退社したのは2022年10月のこと。その約半年後の今年3月に新会社戸辺を立ち上げると水面下で計画を練り準備を進めていたようだ。 米印女性セブン2023年7月27日号。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。